おすすめって言うけど、汗水垂らして見つけたお宝スポットをそんなあっさり教えられない。まあ分かればいいけど。待って。レアなアイテムがありそうな場所なら教えてあげてもいい。ありそうってだけで、ちゃんとお宝を見つけたわけじゃないから別に構わないわ。場所は聖剣を望んだ待機所よ。思わせぶりなオブジェクトもあるし、結構なお宝が眠っている可能性もある。本当、根っからのゲーマーみたいね。別に戻っていないわ。トレジャーハントで何日もこもって連絡を取らないことだってよくあるし、そんなに心配されることなんてない。知れないわね。そんなこと私だってよくわかっているわよ。何だって言うのよ。カルマ回復クエスト。意味がないわけじゃないけど、え？あんたも一緒にやるの？あ
ありがたいけど、そこまでしてもらう理由が。お人よしみたいね。まあいいわ、そのお人よしに免じてちょっと付き合ってあげる。なるべく戦闘は避けてきたから、装備の耐久値には別に問題ないけど。あ、でも武器の強化はしたいかな。この前樹海エリアを回っていた時に強化素材になりそうな鉱石を見つけたのよ。ほら、一つ持ってるんだけど。攻撃力だとここの敵相手にはちょっと心細いから、これで武器を強化したいんだ。けるね。じゃあその鉱石が手に入るところまで案内する。